皆さんこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回は恵比寿であったファミリーセールでフェンディとかの購入品を買ってきたので、そちらの購入品紹介をやっていこうと思います。イエイ。はい、ということで今回は恵比寿であったファミリーセールがあったんですけど、なんかいろんなブランドの子供服がフェンディとかジバンシーとかクロエとか、その他にもいろんなブランドがファミリーセールになっていて、それに今回行ってきたということで、そこで買ってきたものを紹介していこうと思います。でちなみに今回恵比寿でお買い物してきたんですけど、その日の様子の動画はまた別の動画でアップされると思うので、 Vlog 的な感じで、その日は恵比寿と新宿にお買い物に行ってきたんですけど、そのね Vlog の動画もアップされると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。で今回は3点買ってもらったんですけど、冬から春とかまで着られるような購入品になっているので、ぜひ最後まで見ていてください。で服だけじゃなくて小物とかもいろいろ買ってきたので紹介していこうと思います。ということで早速紹介していきましょう。それではスタート。はい、ということで紹介していきます。まず今回買ってもらったものはじゃーん。はい、こんな感じの袋に入れてもらいました。ファミリーセールということで、こんな感じのビニールに入ってるんですけど、こういうブランドになってます。こんな感じのビニールかな、犬のマークでマメールっていうところなんですけど、これはなんかいろんな子供服のメーカーが入ってて、フェンディとかいつも私がお買い物してるんですけど、そういうものが入っているところで、ファミリーセールは2月15日に行ってきたんですけど、2019年秋冬物のセールをやっていて、でなんかホテルとか伊勢丹とかデパートとかいろんなところにこのお店入ってるんですけど、集合したものが恵比寿でファミリーセールになってて、ビルみたいなところで本当にいろんなブランドが混じって売ってるみたいな感じだったんですけど、これは年に2回やっていて、で今回行ってきたので何回か行ったことあるんですけど、今回もね買ってもらったので紹介していこうと思います。それではまず1点目から紹介していきます。まず1点目はじゃーん。はい、まず出てきたのはこれです。じゃーん。はい、こんな感じのものになってます。じゃじゃーん。はい、これはフェンディのワンピースを買ってもらいました。これは全体的にグレーで、でこんな感じでウエストの部分はゴムになってて、リボンを締めることができて、でここのね部分がめっちゃ可愛くて、このお花の形なんですけど顔になってるっていう感じのワンピースです。で袖はこんな感じです。全体的にグレーで結構パステルっぽい感じになってます。でこれは結構素材とか薄めなので、春とかに着たいなと思ったのでこれを買ってもらいました。でこんな感じです。このねウエストの部分にリボンがついていることによってスタイルもよく見えて可愛いと思います。でこれ実際に試着して買ってきたんですけど、めっちゃ可愛かったので買ってもらいました。後ろはこんな感じです。後ろはすごくシンプルな感じで、こう見ても全然フェンディって分かんないと思うんですけど、この顔がめっちゃ可愛いなと思ったので買ってもらいました。ちなみにこの同じ顔の形のリュック持ってるんですけど、お揃いで着ても可愛いかなって思ったのでこれにしてきました。こんな感じです。でグレーって汚れとかも目立たないし、黒だったらすぐ白っぽくなっちゃうと思うんですけど、これだったら長く着てもよれないかなと思ったのでこれにしてきました。で他にもグレーのフェンディのワンピースとかあったんですけど、ママはそれもいいんじゃないって言ってたんですけど、これが気に入ったのでこれにしてきました。でこれのお値段がだいたい4万円くらいでした。定価が5万6千円プラス税なんですけど、だいたい4万円くらいで買ってもらいました。でこのサイズがすごく小さいサイズで、 10A サイズなので150センチぐらいだったんですけど、いつも私160センチ着てるんですけど、サイズがこれしかなかったんですけど、着てみるとすっごくぴったりっていうかちょうどよかったのでこれにしてきました。これは冬だけじゃなくて春とかにも着られそうだなと思います。はい、まず1点目の購入品はこんな感じです。それでは次、どんどん紹介していきます。で今回は最後に着回しコーデをやりたいと思っているので、ぜひ最後まで見てください。いつもと同じように最後にこの買ってきたものを使って着回しコーデをやりたいと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは2点目。2点目はじゃん。はい、こちらちょっと行きます。2点目はこちらのフェンディの、これもフェンディの
カチューシャ、こんな感じになります。はい、これも後で実際につけてファッション商品紹介したいと思っているんですけど、こんな感じのね、見えるかな、 FF 柄の、なんていうんですか、青い感じのカチューシャです。で、結構太めだから、最近こういう太めのカチューシャ流行ってるので、デニムっぽい感じにも見えるし、普通にワンピースとか合わせても可愛いかなって思います。で、これサイズがすごく小さくて S サイズだったんですけど、ぴったりあったのでこれにしてきました。これは最後の1点だったので、これをね、買ってもらいました。で、これのお値段は定価が 22,000円プラス税だったんですけど、 60% オフで 13,000円くらいで買ってもらいました。こんな感じで、なんか FF 柄って茶色とか多めだと思うんですけど、これはネイビーっぽい、青っぽい感じでちょっと FF 柄になってて、これはいろんな服にね、合わせやすそうだなと思って、フェンディの服と合わせても可愛いんですけど、それ以外にもいろんな服に合わせても可愛いかなと思ったので、で、このフェンディのカチューシャが欲しくて、最近カチューシャ結構集めてるんですけど、これもね、可愛かったので買ってもらいました。フェンディのカチューシャがね、欲しかったのでちょうどよかったです。これはすごく気に入ったので、太めのね、カチューシャ探していたので、これからたくさんいろんな服に合わせて愛用したいと思っています。はい、2点目の購入はこんな感じです。それでは次、はい、次最後になるんですけど、最後の3点目の購入品はじゃーん、これめっちゃ可愛くない？はい、こんな感じの、これはシモネッタっていうブランドのものになってるんですけど、こんな感じのすっごくモフモフのこうファーになってるんですけど、クマの耳みたいになるニット帽を買ってもらいました。で、これシモネッタっていうブランドで定価が 35,000 プラス税だったんですけど、これは 40% オフで大体2万いくらとかだったと思います。これもサイズが小さかったんですけど、普通にかぶれたのでこれ買ってきました。で、こんな感じです。このファーの部分はすっごくモコモコで、このね、左右なんか色が違って見えると思うんですけど、こうグレーっぽいファーになってます。めっちゃね、ボリュームがある感じで可愛いなと思います。こういう耳のついているニット帽、最近よくいろんなお店で見かけるんですけど、こういうね、ものが欲しかったのでこれを買ってもらいました。で、全体的にグレーなので普段とかに使いたいなと思います。これも実際に後で被ってみるので、ぜひ楽しみにしていてください。これは冬とかに愛用したいなと思います。これはね、探していたものなのですごく可愛いものが見つかったので良かったです。はい、最後の3点目の購入品はこんな感じです。はい、こんな感じで恵比寿でのファミリーセールでの購入品は以上です。はい、ということで今回は恵比寿のファミリーセールで買ってもらったものを3点紹介してみました。今回はフェンディとこういう帽子とかをね、買ってもらったんですけど、フェンディはめっちゃ好きで買おうと思っていたので買えてよかったです。で、なんかジバンシーの服とかも探していたんですけど、いいものがなくて、で、本当はもっと爆買いする予定だったんですけど、なんかあまりいいものがなかったので今回3点だけ買ってもらったんですけど、こんな感じになっています。この3点はなんかいろんなものが売っていて、本当に欲しい3点だけに絞って買ってきたので、すごくどれもお気に入りのものになっているので、これからたくさん愛用したいなと思います。で、他にもなんかいろいろ売っていたんですけど、それは試着してみてあんまり気に入らなかったものなのでやめてきたんですけど、今回の購入品はこんな感じです。で、探していたものだったりとかも買えてすごく行ってよかったなって思います。またこういうファミリーセールあったらね、行きたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。ファミリーセールっていろんなね、ブランドでやっていると思うんですけど、またあったらすごくね、混んでると思うんですけど、宝探しみたいな感じですごく楽しいので、またいろんなブランドのファミリーセール行ってみたいなと思っています。最後にこの小物とかこういう服とか使って実際に着てみたいと思うので、ぜひ最後まで見ていてください。ということで、この動画が皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。ぜひ最後のコーデ紹介まで見ていってください。ではどうぞ。ではバイバーイ。
画を最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画もぜひ見てみてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。